皆さんこんこにちは全連の第30回大会おめでとうございます本当ならば皆さんと直接顔を合わせてお祝いとごあご挨拶の気持ちをお伝えしたいところですが今回オンライン大会ということで非常に残念ではありますけれどもお時間をいただきました市民連合を代表してということで呼びかけ人です上智大学の中野浩一と申します。 えーまあ、今の状況あの我々にとって、まあ、日本だけではないんですけれども世界の国々においてもそしてもちろん日本においても東京都においても政治のあり方政府のあり方が、まあ、暴力的なほどまでにむき出しの形で私たちを苦しめているというのが現状ではないかというふうに思います。多くくのの方がです、ね、日々不安中中でそししてて本当にに経済的に困窮度を増していく中 一体普段何のために税金払ってるんだろうかというような思いを強くしているのではないかなというふうに思いますこんな政府のために一体何で税金を払っているのかなで、このことは非常に重要なことだというふうに思いますまた危機的なことだというふうに思いますというのはそもそも民主主義の成り立ちというものが税金を取る以上は私たちに言うことを言わせなさいというところで始まっているわけですよねで、そのために財政民主主義というものがあり そのために国会が予算をチェックするという機能を果たしてきているわけですがところがこの政府はまあ桜を見る会から森かけから何からともう次々と出てきて数えているのが覚えているのが難しいほどですけれども国会をないがしろにしまあ使いたい放題やりたい放題自分たちのためには税金をじゃぶじゃぶ使うというようなことをやってきていてその一方でコロナ禍が明らかにしたように 私たちを支える健康医療そして教育こういった必要なところにお金をかけていないということが今私たちを直撃しているというのが現実だというふうに思いますそこで私たちは特にですねやはり労働運動に大きく期待するところがありその中核を全労連が担っているというふうに私は思いますここから大きな声を広げていってこんな政治はもうおしまいにしなければいけないと思うんです キーワードになってくるのは今回の大会でも皆さんが中心的に議論されることだというふうに思いますがやはりどうやって生活を支えていくのか命を守っていくのかとこのことは非常に重要な課題だというふうに思いますと同時にですね、それと表裏をまなすようなことというのが私は新しい公共をどう作り直していくのかということだろうというふうに思っていますこの中が明らかにしたのは 公共がここまで壊されているという状況では暮らしを守れないということだというふうに思いますなので今こそ公務そして公共部門の役割が重要だとそしてまた多くの国民の期待感がここにも集まっているところだというふうに思いますこれまで何かとですね裏切られたとかあるいは非効率だとか散々あることないことまあ悪口を言い立てられてきて新自由主義改革が進められてきたわけですが しかしいざこういうことになったときに私たちを守ってくれるはずの公共というものはもうボロボロの姿になってしまっているんじゃないかと。で、まあ、逆にですね今こそやはりここを立て直していかなければいけない。でその時には私たちはやはり健康やまあ暮らし命ということが根幹になってくるわけですけれどもその中で同時にですねここのところ非常に大きなイシューとして、えー、まあ注目をされるようになってきたジェンダーや環境の視点も 踏まえた中でこれまでとは違った新しい公共をまた作り直していくというそういう意味では想像力創造性というものが必要とされているのではないかなというふうに思いますもう昔のようには戻れないんだと思いますしかし私たちにはこれまでの歩みがあり一緒に協力をして広げてきた共闘があるというふうに思いますぜひ皆さんの力で世論を大きく変えていって もうこんな政治や社会のあり方経済のあり方からどうやって出口を探っていくのかその導きをぜひお願いしたいというふうに思いますぜひ充実した大会となることを記念してまたの機会にですね、今度は面と向かってまあご挨拶させていただくそしてまあ安倍政権の終焉を祝う機会をぜひ迎えたいというふうに思いますありがとうございました 第30回定期大会の開催にあたり新日本婦人の会を代表してご挨拶を申し上げますこのコロナ禍で全労連の皆さんが「医療・介護は崩壊させない」「雇用を守れ」と「戦う労働組合」のナショナルセンターとして大きな役割を発揮されてこられました。さらに憲法・ 民主主義を破壊する安倍・暴走政治に対する歴史的な戦いにおいても総係行動、市民アクションその一翼を担う憲法共同センターの要として大奮闘されご一緒に作ってきた市民と野党の共闘が今や野党連合政権へと希望を開いております。中央でも各地でもも、各地 本当に頼もしい存在であり、いつも励ましていただいておりますことに、この場をお借りしてお礼申し上げます。コロナ禍が長期化する中、雇用や賃金確保の願いは、ますます切実となっています。とりわけ、男女平等指数が世界121位という、ジェンダー格差、差別が大きい、 日本の女性たちにその矛盾が直撃し安倍政権の不支持率は圧倒的女性が多くなっています政府が緊急事態宣言に踏み切った4月以降解雇や雇い止めにされた非正規労働者の7割が女性です一番援助が必要な非正規の一人親家庭などが真っ先に窮地に追い込まれています 感染症対策も不十分な中、最前線で頑張ってきた医療介護保育などの過重労働や低賃金の実態も深刻です。夏のボーナスゼロ昇給なしの方針を労働組合の頑張りと国民的な批判で撤回させた東京女子医大では新婦人新聞読者の職員がこう語っています。 これだけ緊張して命削る思いで働いてきたのにあまりにひどい仕打ちで黙ってはいられませんでした。私たちは報酬があって初めてまともな仕事ができるのですとさらに子育て中の女性は突然の学校休校や休園段階的な学校再開などにも翻弄され女性休業率が 男性の7倍に上るなど、子育て負担が集中しましまた。新婦人も会員や女性たちの困ったの声や現場の声を SNS なども使ってつかみ安倍政権と自治体に繰り返し要請し妊婦への PCR 検査や就学援助世帯への追加給付など全国で 340項目を実らせてきましたこのコロナ禍でこそ声を上げ行動する仲間組織が切実に求められています私たちも皆さんとご一緒に8時間働けば普通に暮らせる社会最低賃金大幅引き上げをはじめ憲法が生きる平和な社会 ジェンダー平等へと地域や職場から運動していきたいと思っております全労連のさらなる前進を願いましてご挨拶とさせていただきます共に頑張りましょう全区の働く仲間の皆さんこんにちは日本共産党の志位和夫です 全第30回定期大会にあたり心からの連帯の挨拶を送ります新型コロナ危機は全国で感染が急拡大する極めて憂慮すべき状況となっています PCR 等検査の文字通りの大規模な実施によって感染拡大を抑止し国民の命と暮らしを守り抜くために皆さんと力を合わせ 全力を挙げる決意をまず表明するものです私は新型コロナ危機の下全労連の皆さんが果たしている役割はかけがえのないものになっていると思いますまず何よりもコロナ危機から労働者国民の生活と権利を守り抜く活動です全労連の皆さんが取り組んだ コロナ関連の電話相談には4,000件を超える労働者からの切実な声が寄せられ全労連としてそれを4時にわたる緊急提言にまとめ世論と政治を動かしてきましたこうした活動を通じての組合加入は350名組合結成は18組合に上ると伺いました西日本新聞は コロナ禍の雇用、支える労組、断行に活路増える加入者という見出しで自公総連の皆さんがタクシー会社による退職供与を撤回させその中で組織を前進させていることを大きく報じました。日本医療連の皆さんが東京女子医科大学の夏季一時金ゼロを撤回させたことも大きなニュースとなりました。 全教の皆さんが一貫して取り組んできた少人数学級がコロナ危機の下前に向かって進みつつあることも重要な出来事だと思います私は危機の下全労連の皆さんが労働者国民の生活と権利を守り抜くという労働組合の本来の役割を立派に発されていることに心からの敬意と 連帯の気持ちを表明するものです皆さんコロナ危機は世界でも日本でも新自由主義の破綻をはっきりと示すものとなりましたこの点で私が強調したいのは全労連の皆さんが30年前に発足した当初から医療をはじめとする社会保障を切り捨て使い捨て労働を蔓延させた 労働法制の規制緩和など、暮らしを壊し。社会を壊す。新自由主義の政策に。断固として。反対を貫いて。こられたことです。人間らしく働ける。雇用のルールを作り。人間らしく。生きることのできる。社会保障を作るために。一筋に。戦って。きたということです。コロナ危機を通じて。この道にこそ未来があることが。はっきりと。示されたのでは。 ないでしょうか皆さんコロナ危機を克服したその先には経済効率最優先の社会でなく人間のケア雇用教育食料エネルギー文化芸術など人間が生きていくために必要不可欠なものを最優先にする社会を築いていこうではありませんか。自己責任を押し付ける政治はもうやめにして。 人々の連帯をを大切にする社会をつくろうではありませんか。皆さん最後に私は全労連の皆さんが小田川議長を先頭に市民と野党の共闘の発展のために果たしてきた大きな役割を述べないわけにはいきませんナショナルセンターの違いを超えて総係高度実行委員会を作り市民連合の一翼になってきた全労連の存在と 活動はまさに共闘の前身を土台で支える敷布団中の敷布団としてかけがえのないものだと思います。市民と野党の共闘をコロナ危機を通じてさらに豊かに大きく発展させ自民党政治を終わりにして野党連合政権をつくるために共に力を合わせて頑張り抜こうではありませんか。全ての国民が希望を持ち 安心して暮らせる日本をつくるために力を合わせて戦い抜こうではありませんか大会の大きな成功を願ってご挨拶といたします。ありがとうございました。